テレ中、関西地区の皆様だけに今なら50円引きで発売中です。あなたとコンビニファミリーマート。全力投球、瀬野和夫です。よう、木村はったね。普通はね、喋れませんね、帰るね。ほんまに喋らはったもんね。ありがとうございます。木村さん、ありがとう。西名安道は天理方面への東行き、柏原インターの先で3キロを渋滞しています。この他の名神高速道路や中国道、山陽道、近畿道、阪和道、車の流れはスムーズです。名阪国道は大阪方面への道。さあ、今準備をしております。次のクイズセレナーデでございます。3キロの渋滞です。松井慶三さんです。この先、福住から五日目の体調大丈夫ですか？あともう1時間切りました。熊原翔平です。この頃子供たちと話すことといえば、膝が痛い、腰が痛いなど体の痛みの話ばかりとお嘆きのラジオの前で、皆さん、最新男性役所の通算等はもうお試しになりましたか？でも本当の痛みは他人には分かってもらえないし、ずっとこのまま続くのではないかと後ろ向きな気持ちになってしまいますよね。そんな方はぜひ、よろしくお願いいたします。どうも、松井さん、はいはい、5年9ヶ月ずっと毎週弾いてきて、はいはい、このオープニングの曲、今が一番うまかった。なぜかと言いますとね、はい、皆さんの手拍子のおかげでございます。あ、そう、はい、ありがとうございます。やったね、いや気持ちがいい。これで思い残すことないな。もう何もございませんね。あります、あります。どうも、うまいな。はい、いきますよ、はい、今日はですね、瀬野さんがこの番組の中で、まあ、いろんな寒いこととかね、しょうもないこといっぱい言ってきました。そんな和夫語録をクイズにいたしました。ね、番組を聞いていただいた皆さんにとってはね、非常に分かりやすいと思います。いきますよ、はい、よう聞いてる方に有利な問題ね。よく言いますよ、番組の中でね。柳川君に言ってください。誰が言ってください。そうですか。素晴らしい、素晴らしい。いいですね。結構今日ね、難しい問題ですが、会場の皆さんで分かった方は、ぜひここに